目だけで何回やってるんだ。フェフ姉さん相方たださん。今後の整形予定明かす。せっか繰り返すと修正修正で大変。バラエティー番組テレビ系に出演し、注目を集めたフェフ姉さんの相方たださんが25日までにインスタグラムのストーリーズを更新。今後の整形予定について明かした。この日、 たださんはストーリーズで目元のドアップ写真を公開。その上で、次は眉下切り開き OR 部分切開でカレーと共に舞い降りてきた皮膚切って20服、拡大してくるぞ左右差も直すぞ来年かなと綴り、今度は目元の成形を予定していると説明した。続く更新では、目だけで何回やってるんだ埋没くらいがちょうどいいぞ。 私は元踊り自左右差あったからってのもあるけど、ぜひ開き繰り返すと修正修正で、大変なことになる高いし痛いし DT 長いし、と、複数回整形を経験している田田さんならではの実情を明かしている。田田さんは以前から整形を公言しており、今月16日に放送された、月曜からよ、ふかし日本の大大大問題。 秋の全国一斉調査スペシャル日本テレビ系に登場した際にも、花がつんと成形したプロテーゼを抜いて、新しいプロテーゼに変えてと明かし、視聴者の間で話題になっていた。